はい、ということで皆さん来ました、ベスト16の戦いですね、相手はなんと塾生ピッポ AD さんです。そしてまあ例のごとくこちらはフリー戦術を取っているという状況です。で相手のチームもですね非常に強いですね。29万の中央突破、これを本当に勝てたらですよ、わかりませんけども、これ本当に勝てたら、このガルディオネの地上の戦術対策指導、これの威力がまあよりしっかりと見えるんじゃないかなというふうに思っております。さあそれでは試合を見ていきましょう。いやーここは鬼門ですね。まあちょっと厳しいかなと内心は思っておりますが、さあ行きましょう。特にやっぱり相手のディフェンス陣でいうと真ん中に置かれている富安ですよね、鉄人持ってるセンターバックなんで、ここが結構鬼門になってくるんじゃないかなというふうに思っております。さあ上から下に攻めるのがピッポさんですね。さあマルケスがボールを奪い取れない、ラウタロ、さあここはロドリゴがパスカット、グリーリッシュ攻めていく、グリーリッシュのサンバードリブル、エトーのインサイシブ、前はガラ空きだ、もう打っちゃう、もうちょっと持っていってもよかったんじゃないかな、エトー。はい、さあファーストシュートは鳥取キングダムでした。マルケスボールを奪い取れない、ブロゾビッチ、ロドリゴのリペアタックルで奪い取った。さあこれによってディフェンダー陣のスタミナが少し回復している。ロナウジーニョからサイド、メッシ、さあいけるか、メッシ抜いた、投げた、ウィムジーシュート、へと、いやここはハンダノビッチのスパイダーマーク、やっぱり改めてキーパーのマーク、それからロックオールタックルっていうのは非常に効果的ですよね。さあロナウジーニョがサンバドリブルでかわす、そして中へパス、今のは自分で持ち込んでもよかったような気はします。さあここはアオトレコバに対してのファールですね、カンセロのファール、おっとここはイエローカードが出てしまった。カンセロは今大会初のスタメンに入った選手ですね。まだ連携がつなぎきれてないところが少し不安材料ですね。さあプジョルから逆サイド、カンセロ、そのカンセロドリブルいった、抜けない、スキルも発動していないサネッティに奪われてしまいましたね。さあここはマルケスがボールを奪い取ってプリズマティックトラップ、相手のディフェンダーのスタミナを削っていく、メッシ、ここは富安に奪われる、スタミナを削っても富安に対しては鉄人であまり効果がないと。さあマルケスのリペアタックル、これは奪い取れない、そしてリペアタックルサンドイッチ、ディフェンダー陣のスタミナが一気に回復していきますね。ロナウジのプリズマティックトラップ、さあマケレネのマーク、メッシーボールを取られる、なかなか厳しい、攻めきれない、両者攻めきれないですね。マルケス、そしてエトーのプリズマティックトラップ、もう何連続活動してるんだ。さあここもボールを奪われる、プジョール、グリーリッシュのドリブル、サンバドリブル、ロックウォールタックルでボールを奪われる、そしてこれはコーナーキックを獲得、ここは大チャンス、ここで決めきれない、ハンダノビッチはやっぱり飛び出しがいいんですよね。さあラウタロぶっちぎり、誰もいない、なぜならプジョルがコーナーを戦っていたから。はい、やられました。完全にこれはプジョルの責任ですね。プジョルがコーナーキックでセンターバック完全に不在の状態でしたね。初めて見ましたね、あんなの。厳しい。いやー、厳しいかな。さあ、ここからなんとか逆転することはできるのか。今の失点は痛いな。誰もいなかったですね、ディフェンダーが。まるで不具合みたいな。いやー、いけるか。レコバ、アグトラ、ロゾビッチ、これをカットできない、ボールが奪い取れない、パスがどんどん回っていく。さあロドリゴ奪い取れるか、取れない、プジョルのクォッシュパスカットも取れない、エデルソン、やっとボールが、後半スタート10分間ボール持たれましたね。
さあデブライネ、ペペ、ペペのセバードリブル抜けるか、抜いた、抜いたけどここでタックル、おーっとこれもかわす、さあマークいけるか、あー負けれれー、やっぱり強いな。さあビエリ、ファンダイク、ロドリゴ奪い取れるかな、取れない、マルケス、あーこれもかわされる、バーストロングシュート、これはフェリアスマークで奪い取る、ロドリゴ、カンセロ、ここはインザーギ相手なのでなんとか抜ける。さあエリクセン、さあ元気満タンエリクセン、ファアンスパティ、デブライネ、ロドリゴ、マルケス、ボールが回る、エリクセン、エリクセン持っていけるか、エリクセンビートダウンパス、さあカンセロ、ボールを上げられるか、チャンスメイクできるか、カンセロ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 からカンセロロール出た、カンセロロール、さあ決まるか、いやスパイダーマーク、おお決めた、クライファート、クライファート、ここに来ての同点弾、いやこれはびっくり、結構諦めてたぞ。おーっとミランがここで大きくジョーカー切ってきた、さあどうなるかまだわからない、ロドリゴ、おー止めてくれインザーキ、いやー止めてくれ、止めてくれマルケス、いやーダメだ、打たれてしまった、やられたジョーカーに、勝ち越し、やはり戦術指導、戦術対策、ここまでか、時間がない、オフサイド、オフサイドか、フェリアスマーク、ここまでか、ベスト16で敗退してしまうのか、もう時間がない、エリクセン持っていけ、ペペ、エリクセン最後シュートを打ってくれ、シュートを打ってくれ、デブライネ打ってくれ、打て打て打て、ファイタルロングシュート、さあ決まるか、リファインセーブ決まるか、決まったー、マジかー、試合終了直前、試合終了直前のデブライネのファイタルロングシュート、まさかの延長戦、これはすごい、これが智将の戦術指導対策なのか。まあ僕のちょっとテンションも上がったり下がったりで、すいません、もうメンヘラですねこれ。さあウォーカー、ロドリゴ、マルケス、さあ行け、もうここからフルスロットルで応援するぞ、ウォーカー駆け上がれ、インサイシブドリブル、インサイシブドリブル、インサイシブドリブル、ファンダイクものともしない、インサイシブドリブル、インサイシブドリブル、インサイシブドリブル、さあスパイダーマークもものともしない、いけーエリクセン、さあさあ守れ守れ、リペアタックル、よし取ったマルケス、回復したぞ、アンスパティ、アンスパティ、どこにパスしてるんだアンスパティ、若さが出てしまった、さあさあさあ奪えるか、ブロゾビッチからサイドに展開、フェリアスマークで奪い取れない、ブロゾビッチ、プジョール、なんとかここはセーブ、さあ取れ取れ、セバードリブル、やばいこれは危ない、危険、なんとかかき出す、危ない、ハーフタイム、前半終了、さあさあ後半ですよ、延長後半、アシュリー・ヤング、トミヤス、ルカク、さあ奪い取れるか、ボールを保持するんだ、よし取った、ダメだ、ロドリゴこれは取ってくれ、よしエリクセン、さあメインアレアドリブル、メインアレアドリブル、さあデブライネ打ってしまえ、ファイタルロングシュートだ、打て打たない、アンスファティ、なぜ打たない、アンスファティ、若さが出てしまった、ロドリゴ、ロドリゴ、おっと危ない、やばい
これは危ない、これは危ない、ロングシュート来るぞ、ロングシュート来るぞ、止めろ止めろ、よーし外れた、危ない。プジョル、プジョル、ウォーカー、プジョル、さあクライファート決めきれ、シュート、わー、延長後半終了です。なんと勝負は PK 戦にもつれてしまった。1人目、おー外した、クライファート、どこに蹴ってんだお前は、うわー決められた。デブライネ、よー、あー外した、こんなことある？もう、なんで？なんで？え、なんで？もう投げてきた。もう、なんで？戦術不利だったのに。おめでとうピッポ AD 塾生さん、おめでとうおめでとう、優勝してくれ、終わり。